皆さんこんにちは、バンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。 YouTube の動画って内容は良くて、そして高画質、高音質、まあ、この3つが揃ってね、いいものになってくると思うんですけど、意外と難しいのが音質なんですよね。まあ、数多くの YouTuber の方がですね、音質について語ってると思うんですけど、僕も未だに、まあ、YouTube10 年以上やってますけど、音質問題にはですね、非常に頭を悩ませております。というのもですね、音質がいいマイク、外マイク、私も今ピンマイクつけてますけど、音質を良くしようと思ったらマイクを良くすれば済む問題なんですけど、ただ高音質のマイクってやっぱり巨大化しがちなんですよね。でマイクが大きすぎるとカメラの持ち運びがですね、ものすごく難しくなります。で以前ですね、このチャンネルでもご紹介していましたけど、あの AT9940 っていうですね、あのオーディオテクニカの外部マイクをですね、私愛用してるんですけど、そちらをですねカメラに、おー危ない危ない、こいつ、おーおーおー、なんやねんこれ、安全運転しましょう。高音質のマイクであればあるほどですね、巨大化になってくるんですよ。そうするとですね、カメラの持ち運びっていうのがですね、非常に、しにくくなります。で以前もね、このチャンネルでご紹介しましたけど、あの AT9940 っていうですね、外部マイクを僕ずっとこの G8 の上につけてね、使ってたんですけど、それがですね、あのマイクを持ってカメラを持ち運びしてしまったせいで、カメラとマイクの接点の部分がですね、プラスチックが欠けてしまいましてですね、1年近くですね、そちらのマイクを使えないという状況になってしまいました。で、なんでこんなことが起こるかというとですね、あのカメラが大きくなりすぎて、非常にあの重量が増すんですよ、傘を増すんですよ。そしたらですね、例えばあのカバンにこうカメラを入れたい時でもですね、取り出したい時でも、まずカバンにめちゃくちゃ入りにくいですし、でカバンからカメラを取り出す時も、そのカメラグリップまで手が届かない時があるんで、そういう時にですね、よくその外部マイクをこう持ってカメラの出し入れをしてたんですけど、まあ、それをすると、まあ、先ほど申し上げたように、あのマイクかカメラが傷んでしまいます。なんでなかなかですね、あのマイクを巨大化して高音質マイクをつけて、まあ、頻繁に外撮影、 YouTube 撮影するっていうのはですね、まあ、本当に難しいと思います。現実的ではないんですよね。じゃあですね、そんな中で、まあ、限定された状況でですね、いかにして高音質の動画を実現するかっていうことの、まあ、その答えの一つがですね、まあ、私最近使っております、今はもうこの社内動画の主音に使ってるですね、このピンマイクですね、 AT9940 っていう、まあこれ別にどこのメーカーのピンマイクでもいいと思うんですけど、僕が実際に使っていいなと思ってるのはこのオーディオテクニカの AT9904か、ごめんなさい、40はあれですね、外部マイクですね、0304っていうマイクで、おそらく今でもこれ現行のマイクだと思うんですけど、まあまあ別にあのソニーのマイクでもですね、僕どこのマイクでもいいと思いますけど、まあとりあえずこうピンマイクを皆さん、お使いになるとですね、非常に、高音質でかつ、カメラの取り回しがいいということに気づかれると思います。で、まあ、どんなマイクがいいかっていうことなんですけど、まあ、大体のピンマイクだったらあのプラグインパワーっていうのに対応してると思うんですよ。でプラグインパワーって何かっていうと、カメラの方 の、まあ、あの今の場合僕カメラですね、まあ、例えばそれからレコーダーでもいいんですけど、マイクを接続する先の機材の電気を使ってまあ、集音できるっていうのがプラグインパワーなんですよ。プラグインパワー対応ってよく言いますけど、あのプラグインパワーに対応してると、バッテリー、カメラのバッテリー、ですね、プラグインパワーに対応してますとですね、マイクの電源がいらないんですよね。僕が使ってるこういう小さいマイクって、大体あのボタン電池ですね、 LR44 っていうバッテリーを使ってることが多いと思うんですけど、やっぱりそれが必要か必要じゃないかっていうのでですね、よりその動画が撮りやすく、まあ、カメラのマイクの扱いがしやすくなります。なのでプラグインパワー対応のマイクというよりも、プラグインパワー対応の機材ですね、あの接続先っていうのを選んでください。はい。でそれで、まあ、今のようにですね、 G8 にマイクを取り付けて、そして集音すると、いうわけでございます。あの もちろんね、そのより高音質な、動画を目指すために、そのカメラのトップにマイクをね、大きなマイクをつけるっていう方法ももちろんあります。ただですね、今僕はあの G8 を
車のダッシュボードっていうんですかね、あのハンドルの前 の、 あのフロントガラスとの間にこう置いてるんですけど、カメラの上にですねマイクを、まあ言うたら侍のちょんまげみたいな感じでつけるとですね、実はここにあのカメラ置けなくなるんですよね、マイクが邪魔して。だからまあ皆さんね、もしその、まあ、これはあくまでも車載動画撮影の話になるんですけど、あの車によってですね、まあ、例えばあのフロントガラスがこう斜めになってない車もありますよね。そういう車だともちろんカメラの頭の上にあのマイクをつけるっていう方法もありますけど、僕が今乗ってる車みたいに、まあ、いわゆるセダンタイプっていうんですかね、あのフロントガラスがこう斜めになってるような車の場合では、あのそのカメラのトップにマイクはつけれませんし、まあ、そういう時でもですね、今の大体、まあ、大体のカメラってあのマイク端子がこう横についてるんですよ、カメラのね、まあ、グリップの横っていうか左側についてるんですけど、そこに挿せばですね、もちろんどんな車にも基本的にはカメラを挿した状態、マイクを挿した状態のカメラはつきますし、こんな感じでその車載対面自撮りっていうのもですね可能になりますので、まあ、ぜひ皆さんですね、高音質にしたいけどカメラの取り回しは損ないたくないっていう、まあ、そういう願望を持たれた方はですね、ぜひ一度あの私がしてるみたいなこうピンマイクですね、ピンマイクを使われてみてはいいと思います。ちなみに私が今使ってる AT9903 か04ですね、これ実は確か0304っていうのはあのどっちかのタイプがですね、あのプラグインパワーに対応してない機材にも差し込めるようにですね、バッテリーケースっていうのがついてるんですよね。でそのバッテリーケースがついてないタイプだと、これはどうだ、でバッテリーケースがついてるタイプだとですね、ついてないタイプよりも1000円か2000円ぐらい高かったような記憶しております。ちなみに私はですね、まあ、そういう知識あんまりなかったんで、まあとりあえずバッテリーケースのついてる AT9904 だったかな、03だったかな、買いまして、まあ、結局また1回もそのバッテリーケースを使っていないということになっておりますので、まあ、使用用途によってですね、プラグインパワー対応の機材に取り付ける場合はですね、バッテリーケースは必要ないんで、まあ、安いバージョンを買っていただきたいなと思います。まあ、こういうですね、あのバッテリーケースついてるついてないで値段を変えるようなマイクの売り方してるメーカーさんっていうのもそうないかもしれないんですけど、まあ、もしあったら申し訳ないんですけど、まあ、そういうちょっとでもその機材を安く済ますというねことをされてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、バンチャンネルでございました。まあ、皆さんのより良い YouTube ライフのための一助になれば幸いです。よろしければチャンネル登録お願いします。動画最後までご覧いただきありがとうございました。良い一日を、そして良いマイクライフを、そして安全運転です。あ、それとですね、あのマイクの設定ですね、あのカメラの方のあのマイク設定について、まあ、最後にご紹介しますけど、まあ、これ G8、ルミックス G8 に関してなんですけど、ルミックス G8 ってあのマイク感度デシベルが結構あのマイナスプラスからですね、あの、まあ、マイナス6プラス6ぐらいまで大きく変更できるんですけど、私は今ねこれマイナス12デシベルっていう一番低いあのマイク感度にしておりまして、マイクリミッターっていうのがあって、まあ、ある一定の音量になるとあのマイクが勝手にそこでその集音をやめてしまうっていう機能があるんですけど、そのマイクリミッターはほんまにオフにしておいた方が綺麗な音取れるんですけど、あのだいたいこのピンマイクってあのご覧になって分かる通り、あの口からの距離が非常に近いんで、もう往々にしてですね、あのマイクのその感度を振り切ってしまうことがあるんで、私はマイク感度は、オンにしております。マイク感度オンで、マイク、レベルですね、感度をマイナス12デシベルと一番低いものにしております。はい、まあ、そういうのはね、ちょっとカメラの方のマイク感度の話にも言及させていただきました。この動画が皆さんのより良い YouTube ライフの一助になれば幸いです。まあ、こんな時代だからね、こんな時代だからこそ楽しい動画を世の中に出していこうという、まあ、これが YouTuber の定めかなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんよろしければチャンネル登録もお願いいたします。バンチャンネルでした。良い一日を、そして良いマイクライフを、そして安全運転です。